京都朝日が丘中学事件京都朝日が丘中学事件は1953年4月29日から1954年6月1日にかけて発生した京都市立朝日が丘中学校の教育方針をめぐる保守派と進歩派の教員、父母による対立事件である。事件当時、朝日が丘中の教職員の間では日教祖、組織率が高く2割近くを占めていた。 朝日が丘中で行われる教育は、いわゆる平和教育を熱心に行っており、赤という風評があった。校内で革命家や赤旗を強要し、全関西平和祭りに生徒を引率するなどの行動があった。朝日が丘中の校区には西陣織関連産業に従事する労働者階級の家庭が多く含まれており、労働者階級の方を持つ方向性の教育方針を受け入れる家庭の割合が、 通常の校区と比べて多くなりやすいという特徴があった。1953年、京都市教育委員会は、翌年の京都市長選挙を睨み、朝日川家中の教員活動の中軸と見られていた、寺島洋之助の転任勧告を出すが、朝日川家中教職員の反対によって、橋本栄次郎校長は転任を拒否する。組合系教職員は、この勝利をきっかけに、 自主管理学校の方針を推し進め、教員選挙によって、組合系のベテランである、北小路スバルを教頭に選出する。1953年11月24日、高山義造京都市長の講演会婦人部の会合で参加者の間から、子供を朝日が丘中へ入学させたくないので、学生を外してほしいという要望が相次いだ。高山市長も京都教職員組合の動きには、 批判的であり、保護者が声を上げると対処しやすくなることから、資料を集めて出してほしいと要望を12月5日、朝日が丘中の生徒保護者有志が、橋本校長に面談し、以下の3点について、申し入れを行った。生徒の行儀に、遺憾な点はないか教育の充実ということに関して、遺憾な点がないか偏った、思想、政治教育が行われているのではないか。この頃から、 メディアでもこの問題が取り上げられるようになる。八日付朝日新聞は、校長や寺島への取材をもとにして、政治的色彩はないと論じたが13日付読売新聞では、朝日が丘中学の教育について、非難の記事を掲載している。14日、保護者有志の名義で、抗議の売り込みビラが、各市長官に挿入された。同十四日、橋本校長は、申し入れに対して、憲法や、 教育基本法に基づいて教育を行っており、何ら問題はないと回答。号を煮やした保護者有志は、京都市教育委員会に陳情を行った。1954年2月5日、京都市長選で、高山が革新系の候補に大差で再選される。教育委員会は、この結果を受けて、京教祖の規選を制して十一日に勧告を行う。内容は、教材に、 政党機関紙を用いるのは教育基本法に反するなど厳しい内容を含んでいた。3月10日、衆議院文教委員会から委員が教育委員会に調査に訪れ、左派社会党委員はあまりにも誇張されているとしたが、自由党及び改新党の委員は想像以上の変更教育と指摘した。24日、教育委員会は組合教員のリーダー格である北、寺島、 山本正幸の移動を内示する。橋本校長は自身の辞表と引き換えに3教員の移動の内心を提出しており、24日付で辞表を提出する。この移動自体は形式上は定期の移動であったが、発表後から組合系教育を支持する保護者や生徒が撤回を訴えて市役所を訪問。人数は日ごとに多くなり、31日には生徒だけで250名が、 市役所に押しかけた。移動は4月1日付で発表されたが、3教員は転任を拒否し、朝日が丘中に出勤する。4月7日に、公認の北、畑一郎校長が着任すると、教職員から、3先生を守ることを確約するよう求められ、押し切られた北畑校長は、3先生を守るために共に戦うことを制約した。5月5日、 臨時の京都市教育委員会において3教員の取り扱いについて議論が行われ、5人の委員のうち、軽教祖の推薦で当選した2人が処分に反対して大揉めになったが、最終的に2人が処分決定を前提とする委員会なら退席するとコメントして退出。残りの3人で決を取り、職務上の命令に服しないことにより、3教員の懲戒免職処分を決定する。 北端校長は、この1ヶ月の間、三教員に対し転任を勧告する側に回り、事態が紛糾すれば委員会と相談して、警察権の導入も考えると、強権発動を留保する発言をしたことから、上記の免職処分と合わせて、球団の対象となる、6日昼から7日未明まで、保護者代表、教員、生徒会代表70名余りとの断交が行われ、 警察権の発言の撤回と3教員の授業続行の許可を要求した。またこの断行の最中、着任後の懇談会の二次会に、北端校長が若手教員十数人をサロンに連れて行き、金品を渡して計教祖サイドから離反するよう働きかけていたことが暴露された。断行が終了して、北端校長が一旦帰宅した後、生徒大会が開かれて、 校長辞職決議が議決された。午後3時頃に北端校長が投稿すると、教職員、生徒、保護者ら約100人に取り囲まれ、生徒たちに罵声を浴びせられながらその場で辞表を書かされた。同時に参集者の意見、了解を得たながら辞職理由書を書いた。内容は以下、14月22日の懇談会の後サロンキックスイに出入りしたことは、教諭として面目を汚したこと、 さらに、学校の先生を誘い入れたことは、はなはだよろしくないことを認めます。二、三教員を守ることができなかったこと。三平和と民主的自由を、その教育方針とする学校の教師として、愛ふさわしくないため、四自主的な行動を第一義とする中学生の指導者として、不適任である。この辞職願いは、上司不在のためとりあえず預かりとなり、北端校長は、 学校管理を経教祖朝日川岡班長の朝の道を教諭に委ねてその場を離れた。しかし、教育委員会は、教養されたものであるとして、辞表の受理を拒否。週末を挟み10日から、休校、教員の自宅研修命令を北端校長名で通達される。しかし教職員は休校命令を無視して、自主管理授業を強行。10日には在校生の約7割が登校し、 応援のため経教祖や総評参加の労働組合の名前入りの赤旗が校庭に林立した教育委員会側は対抗措置として11日から京都官業間で補修授業を開始生徒を官業間まで輸送するためバスを30台近くチャーターしたがバス乗り場では補修授業を阻止する経教祖側の関係者が乗り込み生徒の奪い合い相手陣営への怒号が起こる保護者 市の広報者と組合の宣伝カー、報道の取材陣、野獣馬など、約2000人が集まり連日大混乱が続いた。出席の生徒数は補修授業組と自主管理組との比率が2対1で推移して、平行線をたどる中、京都府教育委員会が圧戦に乗り出し、10日目の20日、限りで休校とすることで合意する。一方で、当時左右に分裂していた。 社会党は経教祖が共産党の支配下にあったことへの反感から朝日が丘中闘争から距離を置く方針を固める。13日に以下の声明を発し、不連に対してこの方針で動くように指令した。学校の自主管理や生徒を闘争へ巻き込んだことなどの闘争手段が取られたことは良識ある市民にさえことの真相を誤解させ、その上自ら反動政府の術中に陥るものである。 このような闘争手段は民主的労働組合の活動としても断じて許されるべきことではない。同日付で日教祖本部もこれに抗し、政党闘争から切り離すべきこと、不当人事については人事委員会への提訴など合法的手段で戦うべきことを見解発表した。この時点で朝日が丘中の自主管理組を応援する勢力は日本共産党時計教祖のみとなっていた。 さらに同日のうちに、文部省から京都市教育委員会に対して、事態の解消を求める、時間通達が出される。これにより圧線に動いていた、不教育委員会も強気になり、さらに国政で検案であった教育日報が29日に成立したことも後押しした。6月1日に合意案が成立し、懲戒対象の3教員を除いた、全教員を処分を行わずに移動させ、 同日に新校長、新教員の下で、開校式が行われ、事件に終止符が打たれた。三教員は処分執行停止の申請、ついで京都市人事委員会に、店舗と懲戒免職処分取り消し請求の訴えを行ったが、いずれも退けられる。その後の法廷闘争では最高裁の差し戻し、やり直し裁判など、右与曲折を経て、1974年12月10日、 最高裁で懲戒免職を認める判決が出された。ありがとうございます。